どうも、腹痛ドーパミンのラカです。はい、ということで今回なんですけども、ついにですね、リンチが初の日本武道館公演決定でございます。いや、素晴らしいですね。気になるビジュアル系バンドを聴こうっていうコーナーで、リンチを聴いたんですけども、まあ、それからちょっと曲何曲かすぐハマって、このためね、武道館公演決定ということで、いやー、まあ、15周年の、アニバーサルライブということで、いやー、いいですね。まあ、リンチはね、ビジュアル系バンドって言われることが多いですけども、一応本人らとしてはビジュアル系でも、ラウド系でもなくって部分で、ね、こう、ジャンルの垣根を壊していくっていう、ということで、自身たちのことをビジュアル系ともラウド系とも持ってないってことをね、言ってるわけでございますけども。まあ、でもやっぱりこう、ビジュアル系っていう風な認識結構多いと思うので、まあ、こういった形でね、またビジュアル系の音楽が広まっていけばいいなと、正直思っておりますね。まあ、リンチは本当にブレアフェスとかも出てるし、一応フォーロックバンドとかともこう、絡みがあるからこそ、ジャンルの垣根を壊していくって部分が可能なバンドなのかなと思ってますんで、この武道館公演決定ってことで、Twitter のトレンドとかにも入ってたし、どんどんね、こう、有名になっていってもらいたいなと思っております。で、まあ、願わくばね、ビジュアル系というこの文化もね、またこう広がっていけばいいなと思っておりでございます。もしビジュアル系バンドが次武道館公演やるとしたら、どこになるんですかね。無難に行けばレイドとかなのかな。これか。ジグザグがね、このままなんかスーンって突き抜けてったら、なんか一気に武道館とかやっちゃいそうだけどね。話題性エグいから、あのバンド。まあ、というわけで今回はね、リンチの武道館公演決定についてでございました。いやー、これでもっとビジュアル系広まっていって、くればいいなって思っています。というわけなんで、ジャスゴー。